はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょう。おい、みんな、アニメ見たかい？アニメ見ましたかい？ちょっとさ、今これ撮ってる時点で今日なんですけど、今日ね、984話ですね、アニメの。ルフィ暴走潜入カイドウの宴。ここでですよ、ゾロ見ましたか皆さん。ゾロが、覇王色使ってたんですよね。アニメでゾロが覇王色使ってたんですよ。ちょっと、マジかと。今ね、原作でもね、ゾロが覇王色使えるのかどうかで、どっちなのちょっと待って、ゾロって結局使えるの使えないのどっちなんだろうってね、この湧いてる中でのアニメでのこの補完、やばやば情報でしたね。ちょっとね、普段はあんまりね、アニメのね、動画とか撮ってないんですけど、ちょっと今回は原作にめちゃめちゃ絡んでくる内容だと思ったんで、ちょっとね、動画撮ってます。なので、ちょっと急遽撮ってるんでね、本来であれば、月曜なんで、ジャンプが救済でもね、ジャンプの内容を上げるんですけど、まぁ、ちょっとね、ジャンプの内容も、まあ、含むというか、こすというか、っていうレベルのね、話だったんでね。まあ、今日はジャンプはね、救済なんですけど、まあ、この動画でね、ちょっとでもワンピース盛り上がって楽しんでいければと思いますんで、ぜひ最後まで見てってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひね、チャンネル登録まだの方よかったらチャンネル登録してってください。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、でね、今週はね、ジャンプがね、救済です。ジャンプ救済です。ジャンプ救済切ない。という状況の中、アニメがやばいと。今最近アニメめちゃめちゃやばいっすよね。僕もね、基本はね、ジャンプで原作で、まあコミックスと、まあ小田さんが書かれた原作派なんですけど、まあアニメもね、一応ね、最近のはね、全部見てるかな。最近は本当にもう作画とかがマジで映画やんっていう感じだったじゃないですか、先週とか。いや、先週、すごすぎなかった。マジでエグかったっすよね。まあそんなね、今アニメがめちゃめちゃ盛り上がってると、これからね、まあ1000話に向けて盛り上がっていくっていうところで、984話ですよね、今週のアニメ。ルフィ暴走潜入カイドウの宴で、ちょっとね、ゾロがさ、覇王色使ってました。もうあれは、覇王色使ってんのかな、これはどうなのかなっていうレベルではなく、もう覇王色ドンって使ってましたよね。もうあれ100で使ってた、あれは。まだ見てないぜって方ね、ここのね、概要欄に TVer のリンク貼ってあるんで、一応 TVer1 週間しか見れないんでね、最新話はね。なのでまだ見てないぜって方ね、この概要欄から TVer でね、ぜひ見てください。いや、まずね、その最初なんか酒をね、こうなんか飲まされようとした時に、まあなんかそのキャラに向かってね、ドンって一回やったのよね、覇王色っぽい。ドゥンって。でもそのキャラ別になんかね、モブはね、全然倒れなかったの。別にどうみたいな感じだったんだけど、その後よね、2回目で、もう明らかにちょっとなんか、おこぼれ町に対して、まあ、あいつらもう、こんな梅も食えるわけねえぜ、ギャッハッハッハッって百獣海賊団の、まあ、モブたちがね、敵たちが言っている中で、まあ、ゾロがもう、ドゥーンって。ドゥーンってもう完全にもう、覇王色バーンってやって、周りのその敵たちがもう数人、バタバタバタって倒れたんですよね。もう、ルフィとレイリーと一緒やん。ルフィとかレイリーとかがやるような、もう覇王色のドゥーンのやつ、シャンクスとかやるようなドゥーンのやつがもう完全にゾロから出てたんですよ。もうこれはもうドゥーンは、このドゥーンはもう覇王色のドゥーンですよね。まあ今回に関しては僕はね、もうね、そのアニメオリジナルで、まあ追加されたっていうか、まあアニメオリジナルで、原作にない情報を保管されたっていうね、パターンだと僕は思ってるんですよ。まあこれに関してはね、また後ほど話しますけど、じゃあまずね、じゃあそもそも、もうゾロは覇王色持ちなのかどうか、まあやっぱそこですよね。もうゾロは結局覇王色を使えるのか、覇王色を持ってるのかどうか、まあそこをね、ちょっと話していきましょう。もう現段階でのもう、たかし的な結論、もう自分的な結論は、ゾロは覇王色持ち、かっこ無自覚。これがね、今もう、確定なんじゃないかな。僕はそう考えてますね。で、まあ、強いて言うなら、危機急騰流。ゾロといえばね、急騰流の技ありますよね。まあ、あれが、その、覇王色のその、派生技というか、そういう立ち位置なんじゃないのかなって、やっぱね、考えてますね。じゃあ、なんでそう考えるか、ちょっと話していきます。まず、じゃあ、ゾロが覇王色を持っているという、その根拠ですね。ゾロが覇王色を使えるという根拠。まあ、一つ目は、もう、今週のアニメです。もう、もちろん原作でもね、後で触れますけど、やっぱね、今週のアニメの演出は、もう、明らかに覇王色でしたね。もう、今まで出てきた、その、覇王色の描写と、まあ、もう、全く一緒なんですよ。触れてないでしょ？触れずに、もう敵、うんって、もう威圧だけで気絶させるという。そのルフィのようにね、まあ、切ってって威圧してドフンっていうような描写はまだね、原作でも出てないんですけど、まあアニメで出たんですよね。で、アニメはその原作にないものが書かれるっていうのはまああるじゃないですか。まあね、そのアニメっていうのは尺の問題もありますし、原作をね、フルでやっちゃったらその尺足んなくなったりだとか、まああと音楽とかね、そういった兼ね合いとかでもちろん尺が変わったりだとか、演出は多少変わる部分があるじゃないですか。なのでアニメのね、オリジナルの部分っていうのはもちろんあるわけですよ。ただね、その物語を
左右するほどの重要なそのオリジナルっていうのはまあ基本はないですよね。まあ例えばなんですけども、僕がね印象的にやっぱ思ってるのが、あの小町よね、小町よにルビ太郎とゾロ十郎が乗って、でおたまちゃんをねおつるのところにまあ連れていくってとこあるじゃないですか。本当ワノ国編の序盤、あの荒野でねこう走って走ってって時、俺あそこであの超印象的だったのが、小町よが道にを選ぶっていう、どっちに行けばいいかな、左かな右かな右かな、うんだかったかったかった、どっちかな右かな左かな、たくたくたくっていう描写があったんですよ。でそれっていうのはね、もうアニメオリジナルじゃないですか。原作にもそういったとこはなかったし、まああれはね、まあ尺の問題だとかがあるんで、まあアニメオリジナルの、まあアニメの補完っていう形じゃないですか。だからそういった形でね、まあオリジナルっていうのはまあ今までもね、もちろん結構あったわけですよ。ただこんな覇王色を使うっていう、そのもう設定に食い込んでくる部分のものって、まあさすがにこのオリジナルで追加されたっていうかは、原作の補完としてやっぱね使われた可能性が高いんじゃないのかなって思うんですよね。もうこれ本当にゾロが使えるか使えないかっていうのはね、もう本当原作のその大きな設定にまつわる部分じゃないですか。でさすがにそこをね、まあ使えるか使えないか分かんないけど入れとこうっていう感じではさすがにないと思うんですよ。さすがにそれはね、あの OK NG っていうのはね、もうふるいにねかけられるレベルじゃないですか。ゾロが覇王色を使えるのかどうかっていうのは、まあその上でああいった形で、まあゾロがね覇王色っぽい描写がやっぱ出たんで、もうあれはさすがに覇王色やっぱ使えるっていうことなんじゃないのかなって、ね、僕的にはやっぱ思ってます。それこそ今週でね、この97巻のジンベイとロミンがね、まあ一緒に歩いていきましょうって言った後で、いや後ろにねガサッて影が出たじゃないですか。でこれ原作でもまだ判明してなかったんですよね、明確には。後ろに傘が出て、えこれじゃあおたまちゃんなのかな、え誰なんだろう、えヤマトなのかな、誰なんだろうってね、まあ原作の中でもやっぱなってたじゃないですか。ただ今回アニメでも確定でこれがヤマトって感じで出ましたね。ヤマトのあのお面がこうガサッて出たんで、ああれヤマトだったんだっていうのが、まあアニメで保管されたわけですね、情報が。まあそれと同じようにね、ゾロのこの覇王色に関しても原作では描かれてない部分、正確にはね、あのお尻をぶちまけるとこって、原作はねゾロはねその後登場なんで、今回アニメで描かれたところはゾロはね原作では描かれてないんですよね。だからそこがゾロの動きとして、まあ今回保管されて、バーンととんでもない情報がやっぱ出たのかなとね、個人的には思ってます。で続いて、じゃあやっぱね使えるんじゃないかという根拠2ですね。やっぱそれちょっとね、ここはジャンプです。根拠2に関してはジャンプなんで、アニメハコミックさんの方々お気をつけください。いやもう1010話がもうね、僕はやっぱねここでね使えるんじゃないのかなって当時もね話してたかもしれないんですけど、やっぱ使えると思いますねこれね。もうカイドウの発言ですね。もうカイドウが言ってんすよ。もうゾロがさ、もうローと話しながらさ、おいカイドウ、そいつはうちの船長だってね、もうエンマにめちゃめちゃズズズズって覇気を送りながら、カイドウもゾクってなってるわけですよ。でその後、まずはこっちの頭を先に潰してもらおうか、キキ急騰流アシュラバッケーモーチャのタブレットドドこれマジでかっこいい、めちゃめちゃかっこいい。カイドウ切りましたね。うわーうわーって、もうあのカイドウがめちゃめちゃダメージ効いてるわけでね、ドシュって切ってんだよね。みんな切れなかったのに、クソあのガキ。でこの後のカイドウさんですね、まさかお前も覇王色を。ここなんですよね。もうやっぱね、カイドウといえばね、それこそね、もうその前もね、ゾロのね刀にね、妙な気配はあの刀かっつってね、要はおでんの気配を感じたりだとか、まあその覇気なのか何なのかってね、まだわからない段階だけれども、やっぱねゾロからね異様なこの気配が出てるっていうのはもう分かってたわけですよね。まあそんな中、この覇王色をお前も使えるのかっていう形で言ってるんで、まあさすがにこんだけね、あのいろんな猛者とも戦ってきたカイドウが覇王色かどうかがわからないってことはないんじゃないのかなってやっぱ思うんですよね。それこそね、あの1001話であのルフィのね後ろに面影でさ、もう伝説の面々が出たわけじゃないですか。でわずかだぞ俺と戦えるものなどっつってね、いやカイドウ自身はね、今までの歴戦のねその猛者たちをねやっぱ浮かべた中でね、相当な実力者じゃないですか。やはりまあそのカイドウがこれはやっぱ覇王色かお前も持ってるのかって言うってことは、まあ覇王色でほぼ間違いないんじゃないのかなってやっぱ思いますね。でね、この1010話に関してはね、もう明らかにゾロの左目がやっぱ隠れてないですよねもうやっぱね、冷静にもう一回こうやって読み返してみても、やっぱゾロの左目だけ閉じてる方の目がね隠れてないんですよね。だからもしかしたらね、これ仮定ですけど、ゾロはねこの時左目がもう開眼してて、実は覇王色がバーってもう全開出てて、それを刀に乗せてズバズバジャン、モージャルタムネジャンってやってるっていうパターンもまあ十分ありますよね。で、あの最初に言ったね、その結論で無意識って言ったと思うんですけど、やっぱね無意識である根拠もありますよね。もうそれこそここで今言ってたところですね。無意識の根拠としては、そもそもね今このカイドウ切った後に、まさかお前も覇王色をって言われた後、あ何言ってやがる、身に覚えがねえなって言ってるわけですよね、ゾロ自身もね。だからゾロ自身は自分で出てることが分かってはいないんですよね、この時。で、あとホムラグもですね、99巻もなってますけど、この時ね、あのクイーンとね、その話してるところに、世界一強いってカイドウぶったけに来たんだよって言った瞬間に、ズズズンって、まあ、鬼ヶ島がこうね、カイドウがこうホムラグまで飛ばすためにズズズンって揺れたわけですよ。で、そこでね、覇気か覇王色かって言われて、で、ブルクが、ゾロさん何したんですか、恐ろしい人って言った後、ゾロが、俺なわけねえだろって言うんですよね、ゾロ自身は。なので、まあ、ゾロ自体はね、まあ、自分で分かっていないっていうところが、まあ、あるんですよね。というところから、やっぱね、無意識
で、まあ、使った挙句、まあ、結局カイドウがね、やっぱ覇王色なんでお前が使えてんだってとこに繋がってんじゃないのかなと思うんですよね。まあもちろんこれに関してはね、やっぱねそのおでんの刀エンマにおでんのね覇王色がまだ乗ってる可能性もあるじゃないですか。まだそこっていうのがね確定ではないし不明点でもあるとは思うんですけど、エンマによる影響ってねパターンももちろんあるとは思うんですけどね。ただやっぱ個人的にはね、そのゾロが使えるんじゃないのかなとか、よりこのアニメによってね強くなったなって思ってますね。でまあ今までもね、そのゾロがやっぱ覇王色が使えるんじゃないかどうかっていうところもまあ伏線が結構あったと思うんで、それも改めてちょっと話しますね。はい、ここまででジャンプ OK ですね。はい、ジャンプはここまでで終わりです。で、まずちょっと改めて、覇王色、その特性をちょっと改めて整理しましょうか。意外とね、その細かいところってね、抜けてるパターンもあると思うんで、改めて61巻ちょっと見ますね。61巻でね、まあ、レイリーがね、説明してるところなんですけど、これ意外とやっぱね、大事だよなと思うんですよ。やっぱ、レイリーのこのセリフが。まずね、その、レイリーが、すんげーでかいぞ、ドスーンってね、覇王色でこう倒した後、これが、相手を威圧する力。覇王色の覇気。この世で大きく名を上げるような人物はおよそこの力を秘めていることが多い。ただしこの覇王色だけはコントロールができても鍛え上げることはできない。これは使用者の気迫そのもの。本人の成長でのみ強化する。これがね、まあ、覇王色の覇気の最初のね、レイリーが説明してたものですよと。で、やっぱこれめちゃめちゃ大事っすよね。改めて、じゃあこのセリフをちょっとゾロにね、まあ、当てはめていくと、名を上げるような人物はおよそこの力を秘めてることが多いと。つまりは秘めてるんですよ、うちに。ただ持ってるけど別に出ないパターンもあるってことですよね、これね。まあ、現にルフィもね、要は2年前は出てなかったわけじゃないですか。自分の中に秘めてたわけで。これをレイリーの修行とか、まあ、その直前とかね、片鱗はもちろんありましたけど、結果的にね、その修行でね、それをコントロールする力、まあ、秘めたりだとか出したりする、そのコントロールを、まあ、レイリーに習ったという形なんで、まあ、ゾロも同じくね、まあ、うちに秘めていて、まあ、今回、エンマを持ったことによって、それがね、要は竜王、まあ、つまり覇気ですよね。覇気をこう流してしまう刀だからこそ、ゾロの内側に秘められたこの覇気っていうのがこう流れて、覇王色も一緒に出て、今回は刀に乗って、まあ、カイドウを切れたのかなと。で、同じくね、そのレイリーのセリフで、本人の成長でのみ強化すると。もうゾロといえばもうめちゃめちゃ強化してるわけじゃないですか、成長で。この2年間でね。めちゃめちゃ要はパワーアップもしてるわけですよ。だから本人の成長でのみ、もう覇王色の覇気っていうのはめっちゃ強かったはずなんですよね。もし持ってたとしたら。で、それが今回やっぱエンマでよってこう引き出されたのかなと。っていうね、その改めてその覇気のね、この説明からもやっぱゾロにも当てはまりそうなところではあるんですよね。っていうのがまあ覇王色のね、その今までの情報の整理ですけど。で、やっぱね、その伏線としてありえんのがやっぱそのレイリーとの対比ですよね。まあこれはもうめっちゃ有名だと思うんですけど、レイリーっていうのはゴールドロジャーのね、ロジャー海賊団のまあ副船長ですよと。で、海賊王ゴールドロジャーの右腕ですよと。で、じゃあ麦わらの一味のゾロはどうですか？ルフィの右腕ですよね。で、まあ副船長的なポジションというか、一番最初の仲間ですよね、二人とも。で、両者ともにね、やっぱ傷の位置がね、逆でついてるんですよね。やっぱね、レイリーとの対比がもしね、成立するのであれば、レイリーといえばね、剣士で覇王色持ちじゃないですか。だからゾロもね、まあ剣士で。もし覇王色も持っていたとしたら、あと海岸がね、レイリーとはちょっと違いますけど、海岸さえしたらもしかしたら覇王色を使えるようになるんじゃないのかなっていうのは、このファン界のね、噂でもずっとあるじゃないですか。っていうのがやっぱレイリーとの対比でね、まあありえるのかなとやっぱ思いますね。あとやっぱ核ですね。もう核が言ったセリフもなんかよりね、なんかもう今回濃厚になってるなって思うんですよ。43巻ですね。43巻で、まあ核とね、その CP9 と戦うときに、まあ核のね、その申しをこう受けながらゾロが、うわーってなんて申しだって言ってるときに、一瞬ゾロがね、こんなっつって、ゾッつって、核がね、一回ゾクってなるんですよ、一回。で、ゾロがこうね、ピタッて核を止めるわけ。で、そしたら核のセリフね、なんじゃ今のは。この男が一瞬、三面六種の鬼神に見えた。と言って、その後ね、ヒギ消え取る、アシュラってゾロがね、アシュラの構えした後、核が、さっき見た鬼神、気迫でここまで幻を見せるか。って、要はもう、冷や汗かいてんの、核がね。もうこれがさ、やっぱこの危機急騰流が、その覇王色の覇気の、まあ、片鱗というか、まあ、派生技というか、まあ、そういったとこなんじゃないのかなって、やっぱ僕思うんですよね。だって核がさ、やっぱちょっと一瞬、ゾクってなるわけですよ。で、これって要はね、要は気迫で幻を見せてると。覇王色っていうのはどういったものですか？気迫ですよね。気迫で相手をね、気負わす、圧倒する力ですもんね。だからやっぱゾロがこの危機急騰流という、この気迫で見せる技、これがね、やっぱ覇王色と繋がってる可能性が十分あるなってやっぱ思ってますね。もうそれこそね、もうこの間ビブルカードとかでもね、判明してますけど、CP9 っていうのはね、あの武装色の覇気と剣舞色の覇気が使えると。で、それがね、まあ、鉄塊の体を硬くする技が、まあ、言うたらね、武装色のね、まあ、応用だったりだとか、六式っていうのがね、覇気のね、まあ、応用技だったっていうのがもうね、明らかになってる中で、こういった形で、まあ、危機急騰流とかも、そういうのも、なんかこの覇王色の応用技、ってなってても、まあ、十分ね、おかしくないんじゃないのかなってやっぱ思います。あとはモネっすよね。もうモネをぶった切ったとこ、大神官で。ゾロはね、パンカザードでモネ切りましたけど、あの時ね、大神官じゃんって切った後、タシギがね、そのモネを見てね、まあ、モネがもうズズズズガタガタってもうビビっちゃってるわけですよ。言うたら、まあ、覇王色で威圧された相手みたいなね、感じですよね、なんかね。で、タシギがね、体の自由が効かないんだ。覇気を使われていたら死んでいた事実と、圧倒的な強者への恐怖で、
んな勝ち方があるのってね、タシギもお前ビビってるわけですよね。だここはね、その覇王色を使ってたかどうかっていうのはもちろんわかんないんですけど、ただ武装色は使ってないわけですよね。ただでもこのね、気迫というか、まあ相手をこの圧倒するという力は、なんか確かに覇王色を持っててもおかしくないのかなっていうところには繋がりますよね。あとはね、もうシャボンディとかでも、あの、ウルージとかアプーとか、51巻ですね。シャルロッセをね、まあ切りかかろうとしたわけじゃないですか、ゾロっていうのは。で、そこでね、まあボニーがね、まあこう止めてくれるわけですけど、その後ね、その最悪の世代の人たちが、まあそれを見ながらね、話してるわけですよ。ベッチもね、あの一味は行かれてる連中ばかりと聞いてるが、天竜人に切りかかるとは正気じゃねえ、とかね、ゾロに対してコメント。ホーキンスもね、救われて当然、奴に今思想は見えない。って言ってる中、アプーとね、ウルージがやっぱね、ちょっと気になる発言であるよね。あの野郎、一瞬ものすげえ殺気放ったな、獣だありゃ。ここですよね。やっぱゾロっていうのはね、その殺気を放ったりするときに、やっぱ周りもそれを気づいたのかなとね。まあもちろんこれが覇王色ってわけではないと思うけど、ゾロの気迫がすごいって意味でね。で、ウルージもね、2番手にして1億2000万、人に従うような男には見えないな。船長の度量が伺えるな、って言ってるところでね。いや、人に従うような男には見えないと。だからもう明らかにゾロっていうのはね、その王の質をね、やっぱ持ってそうじゃないですか。覇王色といえばね、要は王の資質じゃないですか。王になるようなね、要は名を上げるような人物っていうのは王の資質、覇王色やっぱ持ち合わせてることが多いと。で、やっぱゾロを見るからに明らかに人に従うような男じゃないと。上に立つようなね、やっぱ存在に見えるわけですよ、周りからしたら。やはりそういったところがね、周り回って、ゾロがね、覇王色持ってたんじゃないかってところにもね、繋がってきそうな部分ではありますよね。いかがでしたかね、改めて。まあ、アニメがやっぱやばかったっていうところからね、まあ、いろいろね、今までゾロがね、覇王色持ってんのかどうかっていうところまでちょっと話してみました。皆さんどう思います？ちょっとね、ゾロ確かに覇王色っぽいわって方ね、ぜひグッドボタンお願いします。アニメ見たらあれもう覇王色にしか見えないからね。まあ、この後あれがね、いろいろ、ちょっとね、だからこそアニメも、ね、ちょっと見逃せないですね。それがね、このジャンプでやってるような回がアニメになった場合が一番気になりますね。今までもね、アニメで、ね、まあ、ちょろちょろっとね、その何、黒いバレバレみたいなね、なんか稲妻が出てたりするシーンもなんかちょこちょこっとあった気がするんですよね。なんでちょっとね、またこういった感じであのアニメのね、保管とかもしあればまた動画撮りますんで、ぜひね、今のうちにチャンネル登録しておいていただけると嬉しいです。チャンネル登録してお見逃しなくよろしくお願いします。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。はい、そしてあの僕は他にもチャンネルやってるんでね、ぜひ他のチャンネルも概要欄からチェックしてください。Twitter のフォローもお願いします。あ、そして僕ですね、あの毎週木曜日にですね、あの公式のワンピースの番組、仲間がいる YouTube にね、あの出演させてもらってるので、ぜひね、公式のチャンネルもぜひチェックお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな感じでした。明日も楽しみ、またねー。ちょっともう一回見てきます、ゾロのあのシーン。全力でまっすぐに自由求め思いのまま進んでいけ全力で